ライト。クロノビートバッファロー。コール。クロノエトスジャッカル。アタック。このファイト絶対に勝つ。ライド。スターベイダー。ストレンジドラゴン。アイアンをコール。アタック。勝って本当のノアを取り戻す。新たや誠のためにも。ライド。クロノジェットドラゴン G コール。でもどうしてこいつが日本に。海外にいるんじゃねえのか。なんで俺の前に現れた。知らぬいわ。ギーゼがディフライドできる器をアンダートゥエンティの参加者の中から選抜する目的で動いていた。ファイナルステージに残ったファイターたちはディフライダーとの接触に十分注意する必要がある。そのために各支部長。なんだ君は。チームディフライダーの淵高沙織。そいつはとっくに捨てた。今の俺はダムジット。破壊の竜神ギーゼの使徒だ。ダイヤ。カズマさん。お前神道のメッセージ見ました。それでここに。で神道は。バイトが終わって少し前に帰ったってシンさんが。まだ近くにいるはずだ。探すぞ。はい。ライド。スターベイダーカオスブレイカークライシス。どうクロノさん、これが新しい僕だよ。カオスブレイカークライシスのスキル。相手は自分のリアガード1体をロック。ストライドジェネレーション。デススターベイダーブルーボールドラゴン。新しい G ユニット。カオスブレイカークライシスのストライドスキル。相手は自分のリアガード1体をロック。ブルーボールドラゴンのスキル。スピアヘッドをロック。コールメトロワス。ストレンジ。ヴァンガードでアタック。全ガード。トリプルドライブ。ヒールトリガー。ダメージ1回復。パワーはストレンジへ。クリティカルトリガー。効果は全てストレンジへ。メトンワックスのブースト。アイアンでアタック。アイアンのスキルでパワープラス2000。さらにメトンワックスのスキルでパワープラス4000。メトンアクスのスキル発動。スピアヘッドユニコーンは次のターンが終了してもアンロックされない。これがギーゼの使徒たる僕の力だ。スキル発動。相手がリアガードをロックできないためパワープラス5000。違う。使徒だと。ギーゼだと。ふざけるな。ノアはそんなやつじゃねえ。ストライドジェネレーション。クロノドラゴンギアネクスト。こいつが何を企もうと関係ねえ。
勝手にミッドをクレイに叩き返せば本当のノアを取り戻せる。ストライドスキル、タイムリープ、チームメイデン、メスキア、メスキアのスキル1枚ドロー、ギアネクストにパワープラス4000。絶対にこいつを倒す。そしてもう一度あのノアを。ギアネクストでヴァンガードにアタック、ノーガード、トリプルドライブ。聞け、ノア、新たと誠は今もお前を探してる。ずっとお前を待ってる。ダブルクリティカル。ノア！ノア！クロノさん、ギアネクストのスキル発動、ギアネクストをスタンド。俺はここにいる、帰ってこい、ノア。ドライブチェック、ドロートリガー、ドその程度の力で我を倒せるとこの人間を救えると思ったか。ターンエンド。カオスブレイカークライシスのスキル発動、クロノエトスジャッカルを退却、1枚ドロー。あ、クロノ？ストライド、ジェネレーション、デススターベイダー、カオスブレイカーデリュージ。カオスブレイカーのジユニット、こいつにはアンダー20で勝ってるんだ。負けるかよ。ストライドスキル、ロック、コール、フランクドラポキッドのスキル、山札の上から7枚見てカオスの名を含む1枚を手札、相手はリアガード1体をロック。またリアガードを全部ロックされた。カオスブレイカーデリュージのスキル、相手は手札を2枚ロックしてリアガードサークルへ。手札まで。さらに相手のダメージゾーンが4枚以下なので、相手のロックカードを1枚裏抜きでダメージゾーンに置くことができる。クロノドランをダメージゾーンへ。これでダメージ5。ストレンジでアタック。スキル発動。パワープラス5000。それでも。負けられねえ。メトンアクスのブースト、もう一体のストレンジでアタック、スキル発動。絶対にノアを取り戻す。新たや誠のためにも。あと少しでノアを取り戻せるのに。どうしたの？この人間を目覚めさせたとでも思ったの？何？お前の声が、お前の思いがこの人間に届いたとでも。あれは我が見せたもの、我が与えた幻だ。そんな。
その顔が見たかった。希望を与え絶望に落とし、希望を見せそれを砕く、それこそが我の閲楽。本当に可愛いな、お前は。人とのファイトに敗北せし者、魂の牢獄レリクスへ至れ。なんだよこれ。勝った僕へのご褒美だよ。つねと、何やってんだよお前。ゴミが混じった。